いいとこ行っちゃったね。左中間の右方向にあんだけ強い打球ってすごいね。はい、ピッチャー交代しますよ。ピッチャー交代するよ。おい、でしょ、これでいいの？本格的なのが出てくる。やだね、やだよ。すごいよ。ショコ、飲んであるよ。当たればそんな。ねえ。残ってる。これ？前からあんな体験。そうなんだ。あるな、じゃあ。あ、同い年と同じここで同じチームで。そうじゃん。やってるの初めて見ました。お前いや、その野球部出身はみんなピッチャー痛いに1回は。うわっ、そうですか。最悪1回肩壊してから。あ、そうそう、怖くなりました。肩壊すんだよ、投げすぎて。あそこの女がまた広げるから。そういう作戦が。そっちやねえわ。足を組み替えたとき、氷の美少か。知り合い？知り合い？ピッチャーか。ピッチャーだ。女じゃない。あ、知らない。足ピッチャーだ。自分がしてるの。そうそう。今パッと出て。悔しいなぁ。いつ当たればそう。後で言われんじゃん。いやいや、まあ、見た。悔しいなぁ、実は。そんな打たれるの、ファーストゴロやったら、ありがとう。まあまあまあ、しょうがないんだよ。しょうがないんだよ。止めただけじゃん。悔しいな、師匠。昔に何してたいですさあ、この回だよ、この回。何が抑えだな、何が。伊藤さんって今日何番？そこそこ早いな。伊藤さん7番か。要するに、ここでさ、サンペイ、サンペイ。サイズが後ろに行けないと思って、そこで小川さんがこうなる打率がいい。じゃあ面白いな。今高めで外しちゃったからちょっと低くなりなきゃなんですよ。何番でしょう。オーケー。そうそうそう。あー、惜しい惜しい惜しい。いやでも58歳の打球じゃねえよ。惜しかったね。え、58歳ってあれじゃない、中村君のお父さんより上じゃない。中村君のお父さんもおいくつ？49か50。
俺も超えてんじゃないか。マジで嘘だろ。サッペさんもやってんの。親父も連れてくれ。半月板の長男。あ、そうです。長男とね、ぶつかるんだよね。この辺のお父さんに全然年上じゃん。お父さんに全然年上だもんね。俺のも年上、俺も年上だよ。ガンガンのお父さんだってそんな。ふぐになった。でも俺の2つしか変わんない。先週なんか急に母さんからメール来て、うん、還暦の祝いの品を送れとか。ああ、でも還暦はね、親父だけど。親父だけだよ。あの、赤いちゃんちゃんこは、なんか、知り合いから借りたから、なんか、赤い何かを送れるみたいな。これで十分だよ、俺、赤いのこれで。あ、そう。あの、アマゾンは、非常に調べて、お酒を送りました。死ぬかもしれない。いや、最近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 、はね、疲れてるから。でも仕事やってるんでしょ、ちゃんと。まだ今、65とかまでは働かなきゃならないね。去年はなんか、ガソリンスタンドって行くよ、あとヤマトとか、荷物も一緒にモバイルとかしてたし。ストップ。おー、うまい。オッケー、ナイス。ワゴリ。ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。ヤコラ君、次ね。リッサムね。さあ、ランナー向かいますよ。さあ、ランナー向かいますよ。オッケー、オッケー。ベアロー。まあ、まあ、キャッチャーはね。直撃コースで来て、なんとかこちらダメージが少なくするんですけど、ファールチップで当たるやつは痛いよ。いや、ファールチップ、ファールチップなんですか。初回のラストバッターの黙らせて、でそうだよね、まあね、直撃コースあれでしょ、下にスラパンとかはあるじゃん、カップ入れるやつ。波のやつじゃなくていいから、入れた方がいい。悶絶するよ、死んじゃうよ。戻って。うまい、うまい、うまい、うまい。押された。リハントに当たらない。捉えて借りよっかな。さあ、一本いこう、一本。小川さん、ツーアウトだからね、外野行ったら4つよ、4つ。小川さん、走ってね、ちゃんと。ツーアウトね。もういいよ、ツーアウトだからね、放送してもいいよ。おめでとう、おめでとう、おめでとう。よかった、フリーよ、フリー。今でも走ってね。ないよ、ない、ない、ない。ストップ、ストップ、ストップ。ない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 よ、ないよ、ない。ないよ、ないよ、ないよ。おー、上がったー。うまい、うまい、うまい。止まれ、止まれ、止まれ、止まれ。じゃあ早いと思うんだった。まだ行って、まだ行って。1点か。1点差か。